皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、ネット集客をアナログ化すると制約率が高くなる秘訣とはということについてお話をしたいと思います。えっ、ー、と、多分ですね、タイトル分かりにくいはずなんですよ。だって、ネット集客とアナログ集客って、 本来はまあ,あの違うものじゃないですかネットはネットアナログ対面とか実際に合うっていうことなんですけれどもね今回はそのネット集客をアナログ化するっていうことがまあどういうことなのかっていうのをお伝えしてでそれに近いことをやっていくことが昨今の、えー、集客上お置いて非常に有利である有利であるっていうことを 感じているので、まあ、その手法をお伝えしたいなというふうにあの思ってお話をしています。えー、ちょっと長くなるかもしれませんけど、少々お付き合いください。はい、えっ、ー、とそれではですね、まずあのネット集客とアナログ集客のま概念の違いをちょっと先にお伝えしたいんですけれども、あのネット集客とアナログ集客なんですが。 例えばネットは、まあ、ソーシャルネットワークとかもありますしねあのホームページとかで、えー、検索されて人が見に来るとか、まあ、そういうことで集客っていうものとかがあったりしますね。アナログの方は、まあ、本当に肉弾戦というか実際に人に会うチラシをまくとか手渡しでするとか、まあ、口コミで人が来るとか、えー、何かのセミナー とかでさらにその後ろを誘う、まあ、そもそもセミナー集客ができてないと駄目なんですけどね。とか、まあ、そういった実際に対面とかリアルの場でですねあのネット上の上のところではなくちゃんと地面のところでですね集客していく活動がまあアナログ集客看板とかチラシとかもあのその一端ですね。 でまあ、通常はです、ね、そのネット集客は集客の部分でお任せしてそのアナログの部分対面ですね実際に体験会に来ていただくとか人が、えー、来ていただくっていうところまでを作るのは、まあ、ネットにしましょう特に、えー、と教室業の場合にはアナログのチラシとかもちろん使っても構わないしそれはそれで有効なんですが。 えー、時間が結構かかるのと紙媒体とか印刷物を使うとですね、まあ、それなりにお金が出ていくでしかもその新聞織り込みとかですねやると、まあ、やったことがある方は分かると思うんですけど恐ろしく反応率が悪いです <laughs>、えー、その新聞に織り込まれるだけなのでですねそんなにこう何て言うんだうかな見た人が まあ、無差別というかエリアにはまいてもらえますけれどもその家の人が自分の教室に興味がある人が見てくれるかどうかの確率はもうそもそも低いんですよね。ですからあの紙媒体っていうのはあーちゃんと手元に残るような人で見てもらえるような環境で配る分には有効なんですけれどもあとは時期かな。 あのうちとかにもよく DM が入ってきますけれども年末になってくるとやっぱお掃除の DM とかがね入ってきますねお願いしちゃいましたけどこの間あの秋10月ですけどね早期割引とかっていうのがあるのとあの日程合わせるのが大変なんですよいつも年末になるとで私は最近はもう10月に年末の掃除とかあのプロの手もお借りしてですね、えー 1>, 1日半とか1日半というかまあ1日かあのかけてバーッと水回りを全部きれいにしていただいてでその状態を年末まできれいに保つっていうまあ当然その方が入っていただくっていうことはそれなりに捨てるものは捨ててきれいにした状態で入っていただいてそこをキープするのでまあ早倒しの大掃除をしているというまあそういう感じになるんですけれども。 ちょっと話それはそのの心理状況にに合ったタイミングのいい時にですねなので教室の方の募集のチラシとかやっぱ入れるんだったら4月手前のね3月とかぐらいがいいんじゃないですかね新しいことをしたいっていうあと新年の前の年末とかだ年末他のチラシに紛れちゃう可能性もあるので年末とかだと、まあ、そういう感じ。 におそらくまあなっっててくるかなないうところではありますけれどもねなのであのアナログの集客っていうのと、まあ、ネット集客っていうのは、まあ、日本であるんですけれども主に今教室の先生方っていうのはネット集客がメインになってると思うんですよ。で、えー、とこれからお伝えするそのネット集客をアナログ化するっていうのがどういうことなのかっていう。 話なんですけれどもあの、デジタルが進んだことによって、人は人との関係性が希薄になっていることはよく知っているんですね。それで、あの教室業のあり方とかも、少しずつ今、変わってきてるんですよ、えー。技術を学べる。要は、例えば、パンだったら、パンの成形がこういうのができるとか、ああいうのができるっていう。その技術よりのところよりも、ですね。 その教室に行くこと自体が楽しいその楽しい要因が先生の話が面白いとかでもいいですし一緒に行ってるまあクラスメートっていうか同期生がいてその人たちと話をするのが楽しいっていう、まあ、そういうレベルでも全然構わないんですけれども要はあの人とのつながりないしは体験できることにお金を払うっていうタイプの人が増えてきているのが昨今の事情なんですね。ですから あのそういう状態においてですねネット集客で、えー、アナログ化すると制約率が高いっていうのはそもそも、えー、体験会とかに来てもらったら決まるっていうタイプの教室は、まあ、まず来てもらうようにネット集客を動線設計をしていくっていうのがもちろんもともと大事なんですけれども私なんかはですね あの体験会を開催する駒が取れない人だったんですよ <laughs>。もともと会社員を辞めて教室業をやってるんですけど会社員並みに働くっていうことを決めて教室業をやっているのでまあ週5日はある意味当たり前っていうことは20から22稼働ですね。でまあそれにプラスアルファで週末規模の方とかいらっしゃるとそこを動かしていたので24とか26とかがまあ一番稼働 してた日付なんですね。あの週休2日では全然なかったですね。あの うーん授業を始めた時とかからも独立しているというかお仕事をやっているコンサルの先生が3年間は休みがなかったっていうふうに言ってたんでああそういうものなんだって覚悟してやってたんで別にそれに対して不満も何もなかったし体調をそういうふうに整えようと思ってやっていたので、えー、特にあのどうっていうのはなかったんですけれども要はその稼働させるっていうことはそれだけの駒を普通のレッスンで埋めなくてはいけない。 ないので体験会を組んでいる時間がないんですよね。そうするとネットを読んでネットの募集要項を読んですぐに申し込みをしていただかないと困るわけですよ。なので対面のアナログで、えー、制約をするっていうやり方が基本セオリーだとしたら私はネット上でどうにか決めていってもらえるようにできないかっていうことをまあ、考えて。 やっていたタイプの人なんですねということはそれが可能になればですね、まあ、当然なんですけどあの皆さんが憧れるような自動集客っていうものができたりとかですねあの当然なんですけど寝ている間に、まあ、ブログを読んだホームページを読んだっていうことで申し込みが入って朝見ると申し込みが入ってるっていう、まあ、そういう状態を作ることができる、まあ、理想でしたしそうしたんですけれどもね。 ですから、まず今、人はですねネット上の情報が溢れすぎててなかなか信用しないんですよ、昔よりもさらに。で、人気がない、人気がないっていうのは、要はその教室自体に人が行ってるような雰囲気がないような教室は、まずネット上で集客する上ではとても不利になります。 できないとは言わないけれども不利になるんですそれは今の世の中がそういうふうに変わってってるからなんですよね人と人の触れ合いが欲しいその先生自体は一体どういう人なのかどういう人に自分で習うんだろうかっていうまあ、先生の自己開示が先にな で初めて信頼してもらえるみたいな世の中になっているのであの一番基本的なところなんですけどビジネスで教室業をやっていきたい場合に顔出しができないっていうのは相当不利であるということを理解した上でどういうやり方ならできるんだろうかって必死にやっぱり模索するしかないですね。圧倒的に出来上ががる作品が素晴らしいか その内容そのものが素晴らしいってことがネット上で分かる状態じゃないとなかなか人は恐ろしくていけないです。人気がないと。うん生徒さんんの、ね、写真とかもちろん 手元ぐらららいいだったら撮らしてくれれれるのかももしれないですけれどもそもそも顔出ししないところの先生のところに来る生徒さんはそういうのも嫌がるタイプの人が来る傾向があるので生徒さんんの写真自体がが載せられないいケースが多いんですよねそうするとますますこう人気がないのでですね行っていいのかどうなのかっていう不安のハードルを超えるのが非常に難しくなってくるのでまず自分はこういう人間であるっていうものを先にあの見せる必要があって。 あの、それは必要。以上にパフォーマンスする必要はなくて、あの字のまんまでいいんですよ。あの、私の写真を見たことがある方はね。あの驚く方とか多いと思いますけど、いろんな仮装とかもしてますからね。それはあの？非常識っていう。 キーワーワドをですねあの歌ってるから普通じゃない方が分かりやすいだろうと思ってそういう格好をしてるし別にそれ自身が私が嫌ではないのであのやらされてる感は自分の中でなくて楽しんでやってるので当然それは怖いなぁと思う人は来ないですし面白いユニークな人だと思う人は来るっていうまあ選別ははっきりしてるんですけれども。 あのまあそういう形で私の場合は顔出しもしていますしあとはあの一番信頼ししててもらえるツールとしてやっぱりね動画なんですよね動画はもうその人の人柄私のこの人柄というか喋り方とあとトーンですね声のトーンとかもあらかじめ聞いているのでセミナーでもねそんなに変わらないですよあのこの感じは。若干から口まあ あのちょっとシュールなね辛口の表みたいな感じのところもありますけれどもそんなものとかが、えー、一目瞭然でわかるのは、まあ、写真はもちろんそうなんですけど喋って動いてる動画ですねこれがあるとですねかなりこう体験会とかがなくてもですねあ信じてもらえるし。 まあ、その動画付きのブログとか私はよく書いてるし動画付きのメルマガとかも発行してるんですけれどもあの音が聞けない場所では、えーうん、文章を読んでもらえればいいなと思ってるんですけど音が聞ける場所だと。 言葉で聞いている方が伝わりやすいしあの動画が好きですって言ってくださる方も結構多いので、まあ、だから動画はやめられないで続けてるわけなんですけれどもね、あのー、伝わる度合いが違いますねやっぱり動画の方は。で耳から直接入るので理解してもらいやすいっていう利点があります。なので あのこれからの教師の先生はやっぱり動画は扱えた方がいいですし、えー、ネット集客の中にやはり動画を入れていく、まあ、アナログ化すするっていうことです動画そのものの操作を覚えるのはデジタルなんですけど、えー、それを載せるっていうことで途端にこう人間味とか親近感とかの距離が近くなるんですよね。 ですからあのセミナーもそうですし教室のレッスンに来るのにもあのその人だっていうのを分かって指名買外で来るような状態になるので来た時のコミュニケーションの深さっていうかう度合いですねそれが非常にこう,うまくスッといくケースもありますしそもそもその思想が好きで来てる方が多いので。 あの来た時とかにも違和感がないんですよね集まってる人たちがその内容に整えられた人たちが来ているのでですからあのネット集客いろいろやり方とかはあるんですけれども私は個人的にやっぱ動画を絡めながらの集客がいいよねというふうに思っています。 なので制約率が高くなるのは当然でもともと自分のファンに近いような人が集まってきている状態になりますので、まあ、あのその状態でサイトを見ていって読んでいってっていう形になりますので、えー、制約率は当然高くなります。ですから。ネット集客をアナログ化するっていうのは あたかもその疑似体験ですね実際に合ってるかのような気分になり、まあ、そのレッスンを受けてるような気分になるようなものを提供できるかどうかここが多分ポイントになってきますで今後ますます、あのー、動画が当たり前の世の中になっていきますので逆に動画が使えない先生があちょっと遅れていくっていう、まあ、そういう感覚にもなるかもしれません ですので、あのー、動画はですね是非身につけてほしいスキルですし、えー、今後その信頼っていうものを、えー、勝ち得ていく上でですねよりこう素の状態が分かるようなあ自己開示と媒体がある方が有利に働くのは間違いないです。で、はい、ですのはい、えー 制約率を上げていくっていう意味でも集客量を上げるっていう意味でもですねネット集客をアナログ化していくために動画を使ってみましょうということを今日はお伝えしていきたいというふうに思います。それでは